はい、どうも、うみです。本日は牛乳吹いたら負けというゲームをやっていこうと思います。もう発想が素晴らしい。もうこういうゲームを思いつく人本当発想がいいよねめちゃくちゃ可愛いんだけど、もうほっぺに含んでるんだろうね。これぶっ飛ばされたら超臭そうだな、ということでまずね、これオープニングがあるのね。これを見ていきましょう。はい、お、キンコンカンコン、あ、この男の子が含みすぎ、含みすぎもう引いてるよ左の子。あー、なるほどなるほどこれで始まるわけね。もう嫌がらせか、嫌がらせでやってるのか。じゃあ始める。よし、お、ステージ1、じゃあやっていきましょう。ほい、気になるところ、はいはいはい、まあいつも通りって感じです。お、塩コショウがある。やばいぞこれは。え、これすればいいの？え、大丈夫？あかわいそう左の坊主くん。ちょ、坊主くん逃げてもう手遅れだけどうわー、これかかったら最悪だな。人の口の中に入った牛乳をかぶるってね、超臭いよ絶対。うわー、なんかすごいリアルな先生だな。こういう先生いそう。お、扇風機、あ、はいはい、扇風機ゲットして。先生は何もない。え、あ、ここにセットする。あ、カツラあー、なるほどね。で、面白くて吹いたわけねはいはいはい、いや、いいねいいねかわいそうだけど先生犠牲になっちゃったけど、はい、あ、また坊主くん。さっき大丈夫だったかな。あ、これは帽子、帽子をかぶる。あー、よくやってたこれで面白くて食ってわけね。いやー、小学生らしい。うん、かわいい。あのウルトラマンのね、赤白帽子のやつね、ほんとなんだろう、誰が最初に見つけたんだろうねあれはね、すごい。あれどうやってやるんだろうって私めちゃくちゃ気になってた時期あったな。これ、あ、スカートひらひらでパンツ見えてブーちょ、ただの変態だけどそれ。うん、変態だった。この年で女の子のねパンツ見て服ってもう才能あるよ結構。メントスで、ラムネか、これラムネか。あ、これはコーラメントス、メントスコーラ。あ、もう膨らんでる、もう膨らんでる。合成アイテムゲットやばいやばい、もうすぐ、え、どこ、ここ、うわー、もう牛乳もそれで吹き出すって、もううわ最悪な組み合わせ。え、もうかわいそう坊主くん。ワンちゃんにかけちゃうの次、やだやだ、わー、かわいいワンちゃん。あ、骨ゲットで、ボールゲットで、お、はさ、え、なんかめっちゃアイテムゲットすんじゃん今回。え、これは、え、全部使うの。ボール、骨、骨、あ、あ、で、何をするの。ボール、ボール、ハサミ、あ、カットするんだ。イケメンめちゃくちゃイケメンリーゼントワンちゃんになったねちょ、いかついけど、はい。あ、また外だね。これは野球、ホームベースで、あー野球ね、牛乳くんだまま野球はしない方がいい絶対。あ、ヘルメット、これはこの坊主くんだよねに持たせて、でバット、お、いいよいいよ。あ、でボール投げて、で、あれじゃない、こう、この子にボーンってぶつかってブフーみたいな。うわ、ちょっとやめれやめれ、いやー、これ苦しい、物理的に苦しいやつ。次はまた外だね。で、スコップと、何これ何これ、え、何これ、あれ、なんか宝物隠れてる場所を、あー、やっぱそうだ、はい、あ、で、スコップで掘るんだ。あ、なんかこのおじさん見たことある。不審者発見、警察に通報かまあ確かに穴掘ってこんな人が出てきたら不審者だね。じゃあダメなのか。え、何するんだろう、こっちダメ、こっちで探知、あー、じゃない、あー、こっち、待って、さっき黄色のこの虹キラキラが不審者おじさんだったね、こっちじゃない。あー、本物だ。え、これをゲットして、これでブフーって吹くの。あ現金だな、やっぱ小学生でもね、もう誰でもお金はね大好きだよね。また塩コショウをゲットして、ん、アイテム、何これ、なんかムービー再生ボタンみたいな。え、これと、え、鼻をつまんでいる、もう故障は効かないらしい。ああ、だから2回目はもう意味ないってことか。
じゃあこのムービーボタンみたいなのが使えるのかな。え、なんだろうこれ、何、あー横が、あーなるほどね、確かにこれだ、あーこれを押さないと横に行けない。え、面白いこのシステム。これ開けとく意味あるの、これはアイテム、あ、でびっくり箱で、びっくり箱で拭くんだ、なるほど。うわ面白いなこれ、あーよかった、ちょっと拭かないかと思ったよびっくりした。あ、さっきおパンティー見ちゃった女の子だ、これはマドンナ的な女の子だよね。これ何、この青い棒、え、何これ、めっちゃ気になるんだけど。え、横まだあるね、ん、あ、ここにこれを、あー電気のあれね、これと同じにすればいいみたいな。あ、で光が当たって、で虫眼鏡、ね、これここに、あ、あー反射、あどういうことそれ面白かったの、え、え、どういうこと、最後なんで女の子なんかちょっとときめいちゃってる、え、こっち、え、どういうことちょっとどういうことだろう。あ、虫眼鏡、あ、鍵か、鍵と、あ、この虫はゲットできない。え、でもうなんかね、あの口に含んでる姿見慣れた、あ、あったあったあった、はい、で開けて虫取り、あ、これでゲットするんだ、はい、あ、外した、クワガタが逃げた、追いかけよう、追いかけられるのかな、え、じゃあ違うのか、クワガタはじゃあフェイクってことで、釣り竿が本命もしかして、これじゃなくてこっち、あれ、釣り竿ゲットしてこっち、あ、ダメだ、何も釣れない、釣りの才能ないのかもそんなに悩まなくてもいいと思う。じゃあ虫取り網関係あるのか、え、何するんだろう、鍵開けて、で虫は取れなかったもんね、他もなんかある、これで魚釣る、え、マジで、え、あ、マジだったえ、待って、冗談半分だったんだけど、あ、ワカメ取ったわけね、でこの子いや笑うてが、いやこれ怖い、ほらほらほら、やっぱこういうゲームって何でもありなね感じがすごい私大好き面白い。じゃあ、あ、また釣り竿だ、大丈夫かな、今度釣れる、さっき釣りの才能なかったけど、じゃあ一回釣ってみようか、あ、あ、釣れた、釣りの才能あるじゃん、あるじゃんあるじゃん。え、で魚釣って、あ、焼くんだ、あ、で、ガスマスク、え、どっちだ、焼いて、え、ダメ、あーダメだった、友達が大量の煙を吸ってしまったって言ってたんで、これでガスマスクこの時点でこの子笑いそうだけどね、大丈夫なんだ、え、これで、え、どう笑うの、あー、そういうこと、この子が煙を吸って吹いたってわけね、このガスマスクでも十分で笑いそうな感じしたけどねあれはツボじゃなかったんだ。上靴、靴、なんだ、靴べらと、お、猫じゃらしで、何もない、ちょ、一応開けとこう。この子が上靴入ってないのかな、あー、ごめん、こっちだね、こっち、この子にこれを渡す、あー、で剥がして、剥かせ、違う、あ、人の上履きは履きたくない、あ、そう、そこはちゃんとしてる意外と潔癖な部分あったのね。はい、じゃあもう上履きはじゃあ関係ないということは分かったね。これでもあるのかな、意味、どっか飛んでって、あ、別ないか、じゃあもうこれは猫じゃらしでくすぐって終わりじゃない、あー、足をくすぐるのね、なるほどね。じゃあまずロッカー見ていこう。お、あ、またびっくり箱、もうさ、あれ、故障もさ1回は聞いたけど2回目聞かないから、これももうダメなんじゃない、多分だ、おい、坊主くん、坊主くんまで牛乳含んだ二人して何してんの。え、これ拭き拭きして、綺麗に、え、掃除をするとは偉い、先生に褒められたいいことじゃん、いいことじゃん、牛乳拭いたら怒られちゃうんじゃないの、汚いからねえ、もうめちゃくちゃ飛び散らせるよ牛乳、汚いよ。え、じゃあ掃除しちゃダメなの、え、じゃあこの子にびっくり箱して驚かせて、あ、
これを雑巾で拭く。あ、で、あの男の子が嫌がらせでもまた拭くみたいな。え、あ、これで、あ、で、匂い嗅がせる。超臭い、超臭いよこれ。うわあ、さらに臭くなった。うわあ、ダブルパンチ。お、今ちょうどもう14ステージまで来てたのか。じゃあ次15ステージで、これで終わろう、ラスト。お、またカツラ先生が来た。カツラ先生、ズラ先生。あ、これ太陽でキラリンってなるんじゃないの、頭だから。ちょっと開けといて。え、なんかここだけはっきりしてる、この教卓で。電気消す。あ、電気、え、え、部屋が暗いと眠くなってくる健康的。じゃあ電気消しちゃいけないのか。え、でもスクリーン、あ、スクリーン置いて電気消すんだ。あ、違う、あ、これ太陽が出てるから映らないみたいな。いや、そういうわけじゃない。え、どうするんだこれ、こっから。え、でも電気消すしかもうボタンないんだけど。あ、映った。なるほどなるほど、私さっきあそこ開けてたから映らなかったわけね。あ、ちょっとこっちは、あ、あ、また来た。はい、アイテムゲットして、剣、剣をゲットして、で、開けて、え、何するんだろう、戦う。え、ちょっと待って、難しい。あ、電気つけるのか、もう一回電気つけて、で、ズラを切る。ズラ以外も切っちゃった。あ、なるほどね。すごいこれめちゃくちゃマッチョじゃん。いいいい、全然カツラなんか被らなくてこっちの方がいいよ様になってる。かっこいい。いや、かっこいいは言い過ぎたかも。